湯の前駅は熊本県熊国湯の前町にある熊川鉄道湯の前線の駅で同線の終着駅である相対式ホーム2面1線の終着駅で駅舎は北側にある2010年10月から無人駅となっていたが2011年4月より再び有人化された自動券売機設置駅舎脇には公衆電話ボックスが設置されている普段は 北側のホームが使用されており、駅舎、または駅舎に隣接する触れ合い交流センター、ユトピアを通って出入りする。駅舎本屋は国の登録有形文化財に登録されている。トイレは駅舎にはないが、隣接する触れ合い交流センター、ユトピア内にある。南側のホームはレールウィングと呼ばれる広場となっている。普段は使用されないがこちら側にも改札口があり、 乗降ができるようになっている。夜間大泊は行っておらず、同駅終着の最終列車は折り返しで人吉温泉き最終列車となる。1日の平均乗降人員は以下の通りである。当駅は湯の前町の中心部にあり、周辺には商店が散見される。駅営業のお知らせ2010年12月11日。 うの前駅の駅員派1について2011年4月派日国土数値情報駅別乗降客数データ国土交通省2020年9月19日閲覧国土数値情報国土交通省2018年3月22日閲覧九州運輸要覧2018年3月26日閲覧九州運輸要覧2018年3月26日閲覧 九州運輸洋欄、2018年3月26日閲覧、九州運輸洋欄、2018年3月26日閲覧、九州運輸洋欄、2018年3月26日閲覧、九州運輸洋欄、2019年7月3日閲覧、九州運輸洋欄、2020年8月2日閲覧。ありがとうございます。